はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、大根ですね。今10月の18日になるんですけれども、皆さん大根は順調でしょうか。もしくはですね、食べられてしまって、虫とかにね食べられてしまって大根成長が良くないよとかですね、そういったことはないでしょうか。今日はですね、そんな成長がね良くないよとかね、虫に食べられてしまってもう全滅だよっていう方ですね、そういった方にとってですね、ちょっとね、ためになる動画ですね、ご紹介していきたいと思いますので、よければね参考にしてみてくださいね。この動画を見ることによってですね、失敗してしまった大根もですね、数ヶ月後にはですね、またね大根ですね育ってね、元気よくですね、美味しいね大根ね収穫できる可能性がぐぐっとね上がりますので、よければね参考にしてみてください。はい、それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。ではですね、早速ね説明していきたいと思います。まずね、一つ目はですね、大根ね食べられてしまってあんまりね元気ないよっていう方ですね、そういった方向けにですね、一つご紹介しまして、もう一つはですね、もうねダメになってしまったものは潔くね取ってしまって、新たにね種をまいていくっていうね方法になります。このね2つをですね、ちょっとね説明していきたいと思います。まず一つ目はですね、大根ねちょっとね食べられてしまって元気ないよっていう方ですね、もし中心の部分がですね食べられていなければ、そのまま育てていってやるのもね一ついいのかなと思います。そんな時はですね、ちょっと周りとかね虫がいないか再度チェックをしながら、あとはねできれば不織布とかですね、防虫ネットとかでかけて、これ以上ね虫にやられないようにねしてあげるといいかなと思います。あとプラス、食べられてしまって葉っぱが黄色くなっているところとかねあると思うんですね。そういったところはですね結構弱っていますので、葉っぱのね部分がね、そういったものはカットしてしまって、元気なね、大根の葉っぱをですねどんどんね光に当てて育てていくようにしていただくといいかなと思います。そんなね感じですね。あとはですね、葉っぱがこうパカってね開いてると思うんですね。それが開かないようにちょっとこう紐で結んだりとか、洗濯バサミで根元の部分とかですね、あと水道管のね白いビニール管みたいなねものですね、そういったものでスポンジのようなものですね、そういったものでくるんでしまって、要は葉っぱがこう広がっているのをこう縮めてあげるんですね。そうすることによって大根の、まあ、植物のですね、生きようというね力ですね、そういったところをですね、アップしてくれて元気よくね育っていく可能性があります。よくね元気なね成長している大根とかね、他の植物の野菜も葉っぱがねこう上にピンピンって、ね、伸びて上にね成長しようとねする姿がね見受けられることもねあると思うんですけれども、そういったね植物はですね虫にもね強くなったりとか、成長の勢いがよくですね、はい、大きくね元気よくね育っていったりねすることがねあったりしますので、そういったところでね、人工的にですね葉っぱが開いていたら上に向けてやってあげるっていうねポイントがいいのかなと思います。これはねブロッコリーになるんですけれども、ちょっとこの後ろの部分ね見ていただくと、こういう感じで麻紐でね葉っぱが上を向くようにですねしています。そしたらねこうやって上の葉っぱがね上にピーンってね伸びてきまして、成長がね良くなってきたんですね。なのでこういう風にね人工的に葉っぱの成長をね促してあげるっていうねことが結構ね成長に大きくね左右します。これもねこの間麻紐で根元をねくくって、これがビニール管の筒になるんですけれども、これで葉っぱがね上に向くようにしたりとか、この部分ですね麻紐で葉っぱですねこうやって引き寄せて上を向くようにですねしていきましたら、このようにね葉っぱが大きく元気よくね成長してきています。そんな感じでねやっていただくといいですね。はい、こちらもブロッコリーになりますけれども、元気よくね育っています。はい、こちらですね大根になります。ここは防虫ネットとか特にね何もしていないところで育てているところになるんですけれども、結構ねあれなんですよね、虫に食べられてしまっています。ちょっとね見てみましょうか。どうでしょうか、わかりますでしょうか。はい、こんな感じで今ね2つですね、こことこちらに大根ね植わってるんですけれども、中心点の部分はかろうじて食べられることなくですね育っていますので、ちゃんとねしていけば育っていくかなと思います。わかりますでしょうか。はい、そして葉っぱも結構ね茂っていますので、この一番下の部分ですね、ちょっとこう食べられているものはですねこんな感じで結構食べられているとね思うんですけれども、
こういったものは取ってしまって、食べられていないね大根の葉っぱをですね、ちょっとね、しっかりね日に当てて育てていくようにしていくと、リカバリーがねできたりするかなと思います。すごいですね。ただちょっともうちょっとアップで見てみますね。わかりますでしょうか。この部分ですね、中心からですねしっかりね葉っぱが出てきて大きくなろうとねしています。なのでこれはねそのままちょっとね育てていこうかなと思います。あ、ただこんな感じであれですね、あ、ほら見てみてください。これ、眉みたいな感じで入った虫がいます。こういったね虫がいるともっと食べられてねしまいますので、虫ね見つけたらねなるべくすぐ取るようにねしていくといいですね。あ、そしてここもすごいですね。こんな感じで葉っぱに、卵みたいなねものがね入っていますので、こういったものもね取ったらねちょっと別のところにね置いてやっていくといいですね。そして奥の部分ですね、こちらもう一個ね奥にねあるんですけれども、もうこれはね大根、完全に食べられています。ちょっと抜いてみますね。こういったものはちょっともう引き抜いちゃいますね。あ、ただどうでしょうか、ちょっと大根ねもうね実って、はい、いい感じにね、育ってきていました。でもこれからまたね太くなって成長するんですけれども、こちらのね中心の部分ですね見ていただくと、なんかもうごちゃごちゃになってしまって、葉っぱもね食べられていて、ここのとかね見てみてください、ダンゴムシがねいます。これだともうね確実に、成長しないでね大きくならないですので、こういったものはねもうね取ってしまって、はい、やっていくといいですね。ただここはね15センチ間隔に植えて育てているので、じゃあ一つだけですね、この隣は15センチ間隔になりますので、この隣はね取っちゃいましょう。そして見てみてください、こちらはまた虫がいます。こちらはまたね虫がいます。結構ねやっぱり虫がねついて食べようとねしていますので、こういったものはねなるべくもうね取ってしまってやっていくといいですね。こっち取っちゃいますね。よいしょ。おお、あ、でも見てみてください、元気よくですね成長していますね。はい、してただここ見てみてください、中心の部分ですね。これここが中心の部分になるんですけれども、完全にね食べられているので、これ以上はね大きくならないです。なのでこれはねお味噌汁とかですね、そういったものに入れていただいていきたいなと思います。なのでこの2つの大根ですね、ちっちゃいですけれどもね収穫できましたので、はい、ねいただいていきます。そして肝心のもう一個ねラスト残りのものですね、こういったものは虫とかね寄らないようにしっかり枯れたものはね取りまして、はい、ね慎重に育てていきたいと思います。場合によってはですね不織布とかですね防虫ネット貼ったりとかして、保護をですねしていくとねいいかなと思います。ただ僕はちょっと実験という形で今回ね、ここを育てていますので、このままねもうだいぶ寒くもなってきていますので食べられない可能性もありますので、はい、そのまま育てていきたいと思います。こちらとこちらですね、2つですね、この間隔は45センチぐらいの間隔がね空いているっていうね感じです。はい、そして隣、手前側ねちょっと玉ねぎですね、ホーム玉ねぎというですね12月頃収穫できるタイプの玉ねぎを育てていました。ちょっとここの玉ねぎはあれですね、葉っぱが腐ってしまっているのでもうこれ以上大きくならないので、ちょっと収穫をお試しでしてみましょう。よいしょ。あ、かわいらしい。あ、すごい、見てみてください。今日10月になりますけれども、10月18日になりますけれども、こういう感じでね玉ねぎも収穫できました。いいですね。うん、玉ねぎのねいい香りがします。まあちっちゃいタイプでねサラダにしてねいただけるタイプの玉ねぎになりますので、早速ね今晩いただいていきたいと思います。はい、そして、次にですねもうね食べられてしまってもうダメだよっていう方ですね、そういった方はですね新たにね種をまいていきます。ただ青首大根とかですね、今回僕がおでん大根とかね育てているんですけれども、そういった品種は、まあ、9月頃までね種をまかないとうまくね、ちっちゃいものしかね育たなかったりしますので、寒さにもですね強い大根の品種を選んで種まきをして育てていただくといいかなと思います。僕はですねこれね三太郎大根というねものを持ってるんですけれども、この三太郎大根は寒さにもね強くて、だいたいそうですねこの暖かい地域ですと
種まきできるものとしてはですね、12月頃までですね、12月でもですね種まきがねできる品種になっています。これですね、去年もね育ててすごいね、去年は1月頃ね育てて、トンネル防虫ネットとかねビニールとかかけて育てていたんですけれども、すごいね大きくですね春頃ね収穫できまして、そういったね方法で育てることもねできますので、その時のですね動画ですね、種まきから収穫までですね再生リストでねまとめていますので、こちらの動画からですねご紹介見れますので、よければね参考にしてみてください。はい、でそんな感じでですね、大根ね、まあ、失敗してしまったよってね、とてもね残念だと思うんですけれども、今からでもねこういう品種を選んで種まきねしていただくと、いい美味しいね大根ね、冬ですね、今から10月ぐらい巻けば1月頃とかねお正月頃ですね収穫できたりねしますので、はい、よければね挑戦してみてください。はい、でそんな感じでですね、大根ねまだまだね大きくもできますし、ね種まきもねできたりねしますので、皆さんもですね一緒にね美味しい大根育てていきましょう。で、またですね、大根ねこんな今後ですね大きくねなってきていますので、どんな風にね成長していくんだろうなっていうのもですね、チャンネル登録とね通知ボタンを押しておいていただけると、ツイッター情報もですねあなたの元に届きますので、よければねよろしくお願いします。はい、またね今までね大根育てた動画ですね、再生リストにしたりブログでも一覧でまとめていますので、そちらもねよければ参考にしてみてください。はい、じゃあ最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。大根ですね、その三太郎大根ね種まきしたところからですねちょっとね収穫までですねダイジェストという形で、短い動画でねこの後ねご紹介していきたいと思いますので、早速どうぞ。 With you I can be sad with you Just take my hand and fly up through the dreams Where theSkies are so clear with you. I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals.I wanna stay with you